8月3日水曜日、大安公民館でパルテンツァ五重奏団稲部特別公演が行われ、多くの人が本格的なクラシック音楽を楽しみました。パルテンツァとはイタリア語で出発という意味。まずはドボルザークのピアノ五重奏曲で幕が開きました。この公演は稲部市大安町出身で、現在はドイツに在住し、アルテンブルクゲラ歌劇場専属指揮者でピアニストの長崎貴博さんと、愛知県立芸術大学時代の友人らで構成されたパルテンツァ五重奏団が名古屋での公演に先駆けて稲部市で開いたものです。また長崎さんが活動している歌劇場のチェリスト、ニコ・トロイトラーさんも特別ゲストとして招かれ、ユーモアあふれるステージで会場を沸かせるシーンもありました。さらに長崎さんが指揮をしながらのピアノ演奏は圧巻で、会場の皆さんを魅了しました。故郷での演奏がとても嬉しいという長崎さんは、自然の中で思いっきり遊んだことやピアノを習っていた思い出など、いろんな出来事がよみがえってきて懐かしいです。ぜひ皆さんに生で聴く音楽を存分に楽しんでほしいですと、この公演への思いを話していました。